この動画には、ゆっくり音声、日本の過去の歴史、制作者個人の主観、ベルセルクへの哀悼と渇望、人類最終兵器は枝島兵八説、射妖剣、マイル、などが含まれます。どれか一つでも苦手なものがある方は、ご視聴をおやめください。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。前回は日本が国際連盟を脱退したところまでだったわね。そうだ。松岡洋介が連盟との交渉余地を作り、英外相がそれに乗っかって解決の光が見えると。日本の外相がそれをぶち壊す。その通り。満州国を承認してしまった日本政府は一歩も譲らず。ついには連盟脱退を全権の松岡に指示。松岡は握手と知りつつも本省の指示に従わないわけにもいかず。連盟に脱退を通告。猶予期間を経て2年後に正式に脱退となるんだぜ。あら、即脱退ってわけじゃないのね。抜けるにしても2年の猶予期間という決まりだったんだぜ。そうなのね。この後に脱退するドイツはそんな規則守らず抜けてしまったがな。なんか納得できるわね。本国からの指示とはいえ、連盟脱退を体現してしまった松岡は、自身の帰国の際は国民からの罵詈雑言を覚悟していた。ふむふむ。ところが国民は帰国した松岡を歓声で迎えた。国内世論は超強硬だったものね。この国民の中に広がる強硬感情が一番問題だと思うんだがな。そうね。耳がこれでは打てる手も限られてくるわね。そうだな。イギリスと手打ちしようものなら、テロから暴動まで起こりかねないからな。事実ここ数年で3人の首相がテロ行為で命を落としているものね。ああ。こうして国際連盟脱退を行った斉藤内閣は、翌昭和9年7月8日に、帝人事件の批判を受け総辞職。後継は斉藤の後輩とも言える海軍の長老、岡田圭介が総理に就任するぜ。愉快なおっさんって感じの風貌ね。話したことはないからわからんが、確かに見た目はそんな感じだな。そういえば斉藤内閣が退陣したのに、県政の浄土には戻さなかったのね。そうだな。この頃には国民の政党に対する不信は払拭しがたいところまで来ており、目の前で戦果を上げた軍をこそ頼りになるものと思うようになっていたんだぜ。それはそれで困ったものね。外交の成果は見えづらいが戦いの成果は見えやすいからな。なるほどね。こうして始まった岡田内閣で、天皇機関説事件、が起こるぜ。名前は聞いたことあるわね。これは見延べた辰吉東大法学部教授が唱えた説で、国家を法人とした場合、政府や議会はもちろん、天皇も一つの国家機関だとする説だぜ。君臨すれども統治せず、であるならこの学説でいいんじゃないの。そうだ。この説のうまいところは、政治上の責任が天皇に行かないところなんだぜ。また天皇が直接権力を振るわないのであれば、官僚が天皇を使ってやりたい放題はできない。だから選挙で選ばれた政治家が権力を掌握できるんだぜ。全然問題ないじゃない。だからこれを攻撃する人たちはこれでは都合が悪い人たちってことだ。なるほどね。さらにあろうことかこの動きに、政友会総裁の鈴木喜三郎が乗っかってしまう。自身今現在は政党政治家なのに。この問題に対して昭和天皇は、見延べのことをかれこれ言うけれども、見延べは決して不忠なものではないと思う。今日見延べほどの人が、一体何人日本にいるというのか。ああいう学者を葬ることはすこぶる惜しいものだ。昭和天皇は機関説で問題ないってお考えだったのね。そうだ。また侍従部官庁に対して、陸軍が機関説を悪く言うのは矛盾じゃないか。憲法4条に、天皇は国の元首にして、とあるのは取りも直さず機関ということなのだ。と話されている。そうね。天皇が直接権力を行使することができていたのであれば、満州国承認も国際連盟脱退もありえなかったことは容易に想像できるわね。政局を絡めて問題はどんどんと大きくなっていったため、岡田内閣は国体明義声明を出し、機関説を排除する形で収束を図る。なんだかなぁ。これらの事件で政権の求心力低下を感じた岡田内閣は、昭和11年、年明け早々に総選挙を実施。2月20日に投票が行われ、民政党が勝利を収め議会の勢力図は逆転。政友会は議席を減らしたばかりか総裁の鈴木喜三郎まで落選してしまう。まさに大惨事。そしてその6日後2月26日、帝都に激震が走る事件が起きる。226事件ね。そうだ。この事件は陸軍内の派閥争いも絡んでいるからざっくりとさらっておくぜ。聞きましょう。初期の陸軍は薩摩の大山巌と長州の山形有朋が協調してまとまっていた。がその後は桂太郎、寺内正武、田中義一と長州閥がトップを独占する状態になる。ふむふむ。県政の浄土への流れの中で、田中義一は政友会にくっつき、岡山出身ではあるが長州閥として出世した宇垣一成は民政党にくっつく。ほうほう。
この状況で政友会が政権を取れば、軍内の田中罰から陸軍大臣を選出し、民政党が政権を取れば宇垣罰より大臣を出すといったようなことをしていた。なるほどなるほど。こういった政党に媚びるようなやり口に軍内で不満を持つ者が現れる。大正9では荒木貞雄に正木仁三郎。彼らを頭目としてその取り巻きを、行動派、と言い、局長、課長クラスで不満を持つ者は永田鉄山を中心に、統制派、と呼ばれていた。ほうほう。当初は両派とも荒木、正木、林の三大将を担いで打倒長州罰、政党内閣と動いていたんだが、やがて統制派は行動派を駆逐する。その流れで荒木、正木の両大将が失脚すると、二人を信奉していた青年将校たちが、世直しを叫んで起こした暴動こそが、226事件なんだぜ。旗頭二人の失脚で理想実現には実力行使しかないって判断ね。決起した青年将校たちは自身が率いる部隊を指揮し、首相官邸、大蔵大臣指定、内大臣指定、陸軍省、参謀本部、警視庁などを襲撃占拠する。大蔵大臣の高橋惟清、内大臣の斉藤誠、陸軍教育総監の渡辺丈太郎などが落命。また侍従長の鈴木貫太郎も襲われ重傷を負うが、奇跡的に一命を取り留めるぜ。さすが強運の持ち主ね。襲撃に首相官邸ってあったけど、首相秘書官の松尾大佐は襲撃部隊と戦闘し落命するんだが、反乱部隊はその松尾大佐の遺体を総理のものと誤解したため、岡田総理は周囲の誘導で押し入れに隠れて難を逃れたぜ。なんとまあ。しかし反乱部隊決起の方が伝わった時点では、岡田総理の安否は確認することができていなかった。ってことは政府は機能していないってこと？そうだ。何かあると、統帥権甲板、で自身の行動を押し通そうとする陸軍も、決起に賛成する者もいれば断固討伐を叫ぶ者もいて行動に出れない。いざとなれば後々責任を得たくないから、とりあえずはっきりと決断しない官僚本能が働くのね。軍の中枢や出世コースに乗っている者は、常に官僚的判断で動いているぜ。さらに今回は身内がやらかしてるんだから、なおのこと慎重になっちゃいそうね。政治のトップが不在で誰もがどう動いていいかわからない中、侍従部官庁の本庄茂陸軍大将は、決起した青年将校たちの意を汲んだ事件の収束方法を院に進言したんだが、昭和天皇は決起将校たちが法を犯し、重臣たちを襲い、その命を奪った行為に対して、馬を引け。朕自らがこの絵師団を率いこの鎮圧に当たらん。と即座に決断をするぜ。これって、君臨すれども統治せず、の範疇を超えちゃってるんじゃないの？国家の機関が正常に動いているならそれで何の問題もない。しかし今回のように内閣や軍が機能しない無政府状態で、天皇以外の誰が決断できる。また仮に天皇以外の誰かが名乗りを上げて、決断したとして国民ことごとく納得させられるか。そう言われると確かに陛下以外ありえないわね。平時に天皇に統治権はないが、日本が無政府状態になるようなことがあれば、古来よりの日本国の君主として、統治権を発動してこれに対処する。そして事態が収拾されれば、統治権を持たない天皇に戻るんだぜ。なるほどね。こうして天皇の意思が示されると、日和見的な陸軍首脳部も鎮圧に舵を切り、4日で事態を収拾し、統治権を持たない元の天皇に戻ったんだぜ。見事な君主ぶりね。事件が収束した後、3月9日に岡田内閣は総辞職。後継に広田弘毅内閣が成立し、政権発足と同時に先の事件から、陸軍内の整理を進めるぜ。祝軍。簡単に言えば統制派による行動派の徹底した絶滅人事だぜ。あんな事件があっても派閥争いだけはきっちりやってるのね。そして翌昭和12年7月7日、盧溝橋事件が勃発。救いがないわね。北京近郊の日本駐留軍に対して何者かが発砲。これにより日本の北支駐屯軍と中国革命軍29軍が交戦状態に入るが、両軍とも状況を怪しみ、10日には現地で停戦の流れになる。がしかし。うわぁ。29軍による日本軍へのテロ行為が頻発。さらには7月29日には通襲で軍民200人以上が中国保安隊によって虐殺されると。通襲事件ね。もうこうなると止めようもなく、日中両軍は全面衝突に突入。そして8月13日、今度は上海で火の手が上がる。またですか。8月9日に大山海軍中尉と斉藤水兵が中国保安隊に虐殺される。これによって日中両軍は一触即発の状態となり、8月13日に中国軍第88師は日本海軍上海特別陸戦隊に攻撃を開始。こうして河北に続いて上海でも日中の全面衝突が発生するぜ。もう泥沼ね。戦闘が始まると日本軍は連戦連勝だった。しかしどう終わらせるかを考えている者はいなかった。日清、日露の時の伊藤博文や桂太郎の役割を果たす人がいなかった。そうだ。
陸海軍は反目しながら予算獲得のために騒ぎを望み、国民は強硬論以外は許さない。政治家は選挙を考えてそんな民意に迎合する。こんな状態で国際社会をうまく泳ぐなんて無理よね。ああ。このままの流れでポピュリズムの気候し、この F ・ミマロの登場となるぜ。出ましたね、昭和12年6月4日。第一次近衛内閣が成立するぜ。軍部の受けも悪くなく、政財界から支持され、国民からの期待も大きかったのよね。だから余計に立ちが悪いというか。と言いますと、近衛声明で蒋介石との対話チャンネルを閉ざすわ。側近にはコミンテルンのスパイはいるわ。抜き差しならなくなると内閣を放り投げるわ。言いたい放題ね。明確な指針などないのは当然。大衆迎合、どころではなく、全方位迎合、なし症だと私は思っているぜ。もう絶望しかない表現ね。政権も指導力もない近衛内閣のもと、日本はバラバラのまま戦争に向かってひた走る。目も当てられないわね。日本との戦争の機会を伺っているアメリカ大統領ルーズベルトにとって、最高のカウンターパートと言っていいぜ。嫌な最高ね。前述のように蒋介石との交渉打ち切りでしな事変はどんどん拡大し泥沼化。合法的とはいえ南部仏印へ進駐。そして日独伊三国同盟の締結と、戦争を望んでも自ら仕掛けることのできないアメリカに、格好の名分と挑発材料を与え続けるぜ。気前がいいわね。そして昭和16年9月6日、すでに政府大本営連絡会議で決定されていた、帝国国策遂行要領が午前会議にかけられる。午前会議って承認するだけの儀式でしょ。そうだ。この午前会議で事前の結論が変わることはない。天皇も発言することはない。が、ことの推移を猶予した昭和天皇は、祖父である明治天皇の御誓を二度にわたり読み上げられたんだぜ。議案に対する発言はできないから、和歌を聞かせる形で自分の思いをお伝えになったのね。そういうことだ。決定は何も変わらなかったがな。この、戦争が眼前にある、といったところに来て、この絵は内閣を放り出すぜ。逆に戦争を決断することが正解の場面でも決断することはできないんじゃないかしら。政治家としての資質はなかったんだろうな。家柄と容姿と人当たりで総理に押された、ある意味かわいそうな人でもあるわね。この絵内閣の後継師範には、陸軍大臣として強硬論を主張し続けた、東条英機が押された。こんな状況で内閣任せられるなんて、ババ掴んじゃったようなもんね。そうだな。東京裁判士官で極悪人のように思われてたりするが、東京裁判の供述書なんかを読めば、決してそんな人物でないことはわかるんだがな。なるほどね。昭和天皇は宮城での首相の親任式で登場に、戦争回避に尽力するよう言葉をかけた。すると天皇への忠義に熱い登場は、全力で戦争回避に動き始める。陸軍の強硬派はさぞ驚いたでしょうね。登場は外相に対米協調主義者の東郷茂則を据えて国交調整を試みる。が、米国務長官より春ノートを突きつけられ、アメリカに外交で解決する意思のないことを思い知らされる。だってアメリカの狙いは戦争なんでしょ。そうだ。だからこの春ノートにしても、日本が飲めない案ではないが、今までの交渉の経緯を考えれば、絶対に要求としてはありえない内容なんだぜ。なるほどね。このような経緯で日本は対米戦に突入。フィリピン、マレー半島とマレー沖海戦に真珠湾と、初戦は各地で華々しい勝利を飾る。この戦線の拡大も、勝ったから先へ、ってだけで考えなしに拡大していったって印象ね。誰一人具体的な終着点を考えてた形跡がないからな。日清、日露の時は完璧にデザインされてたものね。昭和17年ミッドウェー海戦の敗北で、戦況は一進一退となり、ガダルカナルが陥落してからは、ワンサイドゲーム化し始める。こちらも泥沼ね。そしてサイパン島が陥落し、日本全土が米軍によって爆撃可能となると、東条内閣は退陣し、小磯内閣が成立する。これで何か劇的に変わったことは、特にないぜ。相も変わらず陸軍と海軍は反目し続け、国民の中の強硬論者はますます強硬な意見を振りかざし、負け、なんて口にできる雰囲気の世の中じゃなくなっているぜ。困ったもんね。誰もがもう勝ち目がないことをわかっていながら、それを口にすると命が危ないために言えない。国内がそんな状況で戦況はますます逼迫してくる。誰かなんとかしなさいよ。連合艦隊機動部隊は壊滅し、フィリピンも奪還され、南方資源地帯との補給線は断たれた。国内では、聖戦艦水、や、一億玉砕、とわけのわからないスローガンが飛び交い始める。実の伴わない勇壮な表現選手権なら、間違いなく優勝ね。昭和20年3月、米軍に沖縄上陸を許すと、その席を追って小磯内閣は総辞職する。日記もサッチもブルドッグ。
中心会議は後任の師範に鈴木貫太郎を推すが、鈴木は77歳と高齢で耳も遠かったため辞退を申し出る。しかし昭和天皇は、頼む、鈴木、と願い出る。魂の叫びね。亡国寸前の日本を救えるのは鈴木しかいないとの思いからだぜ。この頃には米軍によって、軍民関係のない虐殺空襲が繰り返されていたのよね。そうだ。戦争犯罪のオンパレードだぜ。さらに日本は日本では兵などと口にすれば、それを認めない連中が殺しにやってくる。天皇ですら大っぴらに口に出せない。天皇陛下万歳、と口にしながら、天皇外に沿わないことをしようものなら、クーデターで天皇を据え返しかねない連中がそこかしこにいるような状況なんだぜ。鈴木に任された仕事はまさに命がけね。こうして昭和20年4月7日に、終戦を目的とした鈴木内閣が成立。首相となった鈴木は徹底抗戦を叫ぶ。これってもしか、演技だ。そうでもしないとさっき話してたような連中が湧いて出てきちゃうものね。そういうことだ。そんな中4月30日に、ドイツのヒットラーが自決。5月7日にドイツは連合国に無条件降伏してしまう。いよいよ日本だけになってしまったわね。これで和平の必要性の認識はさらに広まったと同時に、徹底抗戦を主張する者はますます先鋭化する。狂気ね。そんな中鈴木内閣でソ連を仲介とする和平交渉を模索する動きがあったんだが、中祖大使の佐藤直武は、シベリア鉄道で多くの物資が東に向かって運ばれるのを察知しており、ソ連の対日参戦を警告してきたんだぜ。そりゃソ連にとって日ソ中立条約なんてドイツが存在してこそ価値があるんだものね。そのドイツが降伏してしまったんだから、今となっては何の価値もないわね。そうだ。スターリンはアメリカからの対日参戦要請に応えて、極東で日米戦の分け前に預かろうとギラギラだぜ。これではソ連仲介は不可能ね。ところが陸軍を中心とするソ連仲介派は、スターリンも騙し討ちの汚名は着たくないだろう。とか、たとえ参戦するにしても準備を考えれば秋頃までは攻めてこない。と言って譲らずいたずらに時間は過ぎていく。スターリンがそんなぬるいわけないじゃない。騙し討ちが汚名なんて考える人間性はないわよね。徹底した力の信奉者でありリアリストだからな。具体的には兵が進まない中で昭和20年7月26日。米、英、13国の首脳の名で、日本に対してポツダム宣言を発するぜ。日本への降伏勧告ね。外相の統合はこれを逃せば日本は本当に滅亡してしまうと警告。しかし軍部はこれに反発し各新聞社も強硬論で報道。そうこうしているうちにの8月6日に、アメリカによって広島に原子爆弾が投下され。続いて8月9日に2発目が長崎に投下された。軍民合わせて30万人が犠牲となり、大量殺戮兵器に国内は動揺する。戦争犯罪ここに極まれり。さらに同日未明ソ連軍は突如として満州国に侵攻を開始。一方的な条約破棄とザ、侵略戦争ね。ソ連を仲介とした和平を望む者たちの希望は粉砕されたぜ。この事態を受けて首相の鈴木は御前会議を招集。参加者は首相の鈴木貫太郎の他に、和平反対派に、穴見惟幾陸軍大臣、梅津義次郎参謀総長、豊田総務軍令部総長、そして和平派に、東郷茂則外務大臣、米内光政海軍大臣、この5人が通常の参加者だ。首相の鈴木を除くと、反対派と和平派は3対2と劣勢ね。そこで鈴木は事前に打ち合わせ済みの枢密院議長、平沼喜一郎を呼び込むぜ。打ち合わせ済みってことはこれで3対3ね。こうして始まった運命の御前会議だが、和平派は、国体護持の1条件で、ポツダム宣言受諾すべきだと主張した。国体護持とは、日本が日本であるためのものを崩さない、そんな感じで曖昧な部分はあるが、皇室の存続は全員の共通した認識だったぜ。なるほど。それに対して反対派は、国体護持は当然として、自主的な武装解除、日本人の手による戦犯裁判、占領は本土以外、以上の4条件をのませて受託すべきだと主張した。この状況であまり条件をつけすぎると決裂しちゃうんじゃないの。反対派の言うこともめちゃくちゃってわけではない。実際に武装解除したために終戦後連合軍の横暴を止めることができなかったしな。ふむふむ。かといってここでやめなければ空襲等でもっと多くの国民が犠牲者になったのも間違いない。最悪の中で最善を探る作業だったわけね。本来御前会議というのは、政府と軍首脳が事前に結論を出しておくものなんだが、それを首相の鈴木がわざとすっ飛ばしたため、史上初天皇の御前で大論争となったんだぜ。わざと、作戦。そうだ。賛成3反対3の大激論は、平行線で終わりが見えない。こういう場合は首相が決することになるんだが、鈴木は申し出ることが重大ですので私には決められません。
帝国憲法では天皇に政治責任がいかないようになってるんでしょ？そうだ。であれば天皇に決断を委ねるって。これは憲法を逸脱した行為じゃないの。226の時もそうだったが、普段天皇は権力を振るうことはないが、国が崩壊するような局面に臨んでは、古来からの君主として統治権を行使するんだぜ。そして鈴木の行為はことが重大すぎで政権を返上したんだぜ。なんと、徳川慶喜のようにってことか。そうだ。まさに大政奉還だ。よってこの瞬間より天皇の発言には権限が伴うこととなるぜ。でお言葉は、一条件での受託。つまりは平派の案に賛同されたぜ。これには誰も異を唱えられないわね。そうだ。そしてこの御政壇がなければ、より多くの国民の命が失われていたことは想像に難くない。さらにソ連の対日侵略開始を考えれば、戦後ドイツのような日本の分断を回避できたとも言えるんだぜ。そうね。実際スターリンは北海道半分かっさらう気でいたんだものね。こうして大東亜戦争は終結。日本は有史以来初めて外国の軍隊による占領を受けることになる。負ける戦争をしちゃった結果ね。8月30日に占領軍総司令官であるダグラス・マッカーサーが厚木に到着。9月2日に戦艦ミズーリ艦上で降伏文書への調印式が行われ、以後の政策立案は連合国総司令部が行うと日本政府に通告があり、9月11日に何の通告もなく戦犯容疑者の逮捕が始まった。戦争犯罪なら連合国の方が圧倒的に多いじゃないのよ。勝てば正義が世界標準だからな。負ければ何されても対抗できない。力こそが全てなのね。残念だがそれが現実だ。まったく。こうして東条英機元首相らが逮捕拘留されると、昭和天皇は GHQ 最高司令官、ダグラス・マッカーサー元帥との会談を要請。天皇の意向を受けた吉田茂は、9月20日に会談要請を伝えると、マッカーサーはこれを承諾し、9月27日にアメリカ大使公邸での会見となったぜ。米公使公邸で会見ってことは公式なものではないってことね。そうだ。だから二人の会談に公式な記録はないんだが、昭和天皇はマッカーサーに対して、すべての戦争責任は私にある、と毅然と述べたんだぜ。まさに、帝王、ね。マッカーサーは天皇が会談を要求したのは、自らの命乞いのためだと思っていた。ところが昭和天皇は自ら進んで、すべての責任を一人で背負い、極東軍事裁判の被告席に座るという。この言葉に対してマッカーサーは驚き感動するんだぜ。そうね。帝王の歴史ではまずありえないわね。出迎えもしなかったマッカーサーだったが、昭和天皇が米大使公邸を出るときは、玄関までで手見送ったんだぜ。マッカーサーの心境の変化がわかりやすい逸話ね。そして翌昭和21年の元日、新日本建設に関する詔書が発布される。俗に言う、人間宣言、ね。私は人間だ、なんて宣言ないけどな。あらそうなの。GHQ は国民が皇室に向ける申請を、天皇自ら否定することを望んでいたからな。そのために公文書を官報で発表するとして作成されたのが先の詔書ってわけなんだぜ。であれば、GHQ の要望に沿うって形で詔書を発したのに、内容は GHQ の要望に沿ってはいないってこと。そうだ。日本人以外の者が見れば、神格否定とも取れるようにできてはいるがな。じゃあ何のための詔書だったの？この詔書に昭和天皇が込めたのは、日本は戦前から民主主義国家だったという国民へのメッセージだと私は思っているぜ。と言いますと、GHQ は今後二度と日本がアメリカの脅威とならないよう作り変えるために、様々な占領政策を実施するんだが、それを日本国民に受け入れさせるため、戦前日本は軍部に支配された悪の帝国だった。その悪の指導者たちのせいで、多くの善良な日本国民は途端の苦しみを味わった。今後そのようなことが起こらないように、連合国は日本に民主主義をプレゼントする。といったプロパガンダを打った。なるほど。悪いのは一部の人間たちと政治体制で、あなたたちは悪くないんだよ、って言われたら、安心感で懐柔されちゃうわね。誰だって罪人の立場は嫌だからな。連合国のプロパガンダを受け入れる者は、自分は罪人ではない、という安堵が手に入る。こうしたロジックで連合国のプロパガンダは大成功し、戦前の日本は悪い軍部の独裁体制だった。これから日本の民主主義が始まる。といった考え方が日本中に広まった。なるほどね。このままでは戦前の日本にも、選挙や議会が存在し、自ら掴み取った民主主義があった事実はもみ消され、ひいては国民の誇りまで消え失せてしまうわね。そうだ。自らの歴史を否定する国が発展していくことは難しい。自分が生まれ育ち生きる国を誇れないって不幸よね。この状況を危惧した昭和天皇は表向き GHQ の要望に沿う形を取り、
五箇条の五正門を掲げる新日本建設の詔書を発したんだぜ。なるほど。戦いに敗れて国は荒廃してしまったけど、その復興には連合国から与えられた民主主義等の価値観によるのではなく、幕末から明治の頃の国づくり精神に立ち返り、日本人として復興していこうってお伝えになったのね。そういうことだ。五箇条の五正門は昭和天皇の祖父、明治天皇が発せられたものではあるが、その精神は遥か昔より日本人によって培われてきたものだからな。それを呼び起こすことで、歴史喪失による亡国を防ぐために、昭和天皇は腐心されたのね。そうだ。GHQ 軍政下で、日本の将来のためにできる限りのことをされていたんだぜ。こうして見てみると、昭和天皇は歴代天皇の中で最も苦難に直面した天皇と言えるわね。日本が外国の軍隊に占領されることが初めての出来事だからな。そうね。過去の天皇が一度も経験したことのない苦難の中におられたのね。ああ、無責任に煽る新聞と、それに乗せられて熱くなる国民。そんな民意を受けて強硬論を唱え、党益、省益の拡大を主として考える政治家や軍官僚、政、官、民、一体となって、冷静な言論を封殺する空気を醸成し、戦争に突き進んだ悲惨な結果を、一人で背負うため敵将に対面する。大勢の国民が無責任に強硬論を唱えて、始まってしまった戦争の責任を一人を覚悟。まさに、帝王、ね。ああ、本当に本はずっと名君をいただけていると思うぜ。とこんなとこで今回の動画は終わりにするんだぜ。伝えたいことは出し切れたってことね。そういうことだ。今回の動画を作成していて、いずれ満州事変など、戦前の状況を解説する動画なんかを、作ってみたいと思ったりしたぜ。そうね。軍部だけが悪かったってことを結論としているようでは、あの敗戦から何も学んでいないことになるものね。その通りだ。だからそんな動画も有用かもと思ったりもしたんだぜ。まあ気長に待ちましょう。そんなわけで、今回も、ご視聴ありがとうございました。